はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルート向井です。さて今回はですね、ディズニープラスで配信されておりますオビワンケノービー第1話第2話のレビューということでですね、皆様にご紹介していきたいと思います。はい、毎週水曜日ですね、1話ごとに放送されるということでございましてですね、やはりスターウォーズファンなら誰しもが胸熱、もしかするとファンじゃない方も胸熱かもしれないこの作品なわけでございますけども、このですね、まあオビワンはですね、僕もシリーズごとにこういった動画を上げていきたいと思っております。はい、このプルートネットワークというチャンネルはですね、こういった、新作映画なのかな、今回ドラマですかね。はい、そして小ネタ情報などを配信しているチャンネルでございます。もしよろしければですね、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。僕がですね、動画を作成するモチベーションになります。はい、ではですね、早速行ってみましょう。どうぞ。予告からですね、胸熱なシーンが始まるわけでございますよ。エピソード1、エピソード2、エピソード3、オビワンとアナキンがですね、どういったように師弟関係が決裂してしまったのかというのがですね、予告でわかるわけでございます。まあ、そんな中ですね、オーダー66が発令されるわけでございますよ。はい。まあ、あれはですね、シスの復讐を見ている方からするとですね、やはりですね、一番胸熱なシーンなのかもしれません。ただですね、やはり一番怖いシーンでもあるんですよね。はい。まあ、そこからですね、物語がですね、10年後になるわけなんですよね。その10年後ですよ。はい。オビワンが登場するわけでございます。そのオビワンもですね、別にかっこいい登場シーンじゃないんですよね。もう皆さん見てみると思いますけども、なんとですね、精肉工場で働いているオビワンが垣間見れるっていうことなんですよ。ここがですね、やっぱ一番びっくりしました。もっとかっこいいシーンかと思ったら、すごい地味に地味に地味に撮っている登場でございました。でもね、やっぱりここが非常に大切なのかなと思いますね。まあ、この精肉工場のシーンでどれだけオビワンがですね、この10年間悲惨な人生を歩んでいたかというのが垣間見れるシーンで、僕はですね、このオープニングの登場で、ああなるほど、こういったところから物語が始まるのかというふうにですね、感動したっていうですね、感想でございますね。はい。でですね、やっぱりね、このね、オビワンの演技、ユアン・マクレガーの演技がね、めちゃめちゃ良かった。なんて言うんですかね、そのアナキンを亡くしてしまった罪というところと、あとはルークとレイヤを別れて生活させるようにしてしまった罪っていうのがですね、もう本当にもろに体現できていたんじゃないかなと思います。そして今までおそらくですね、ジェダイというところに誇りを持っていたと思うんですよ。ただそのジェダイというのも名乗ることができない生活、まあ世界になってしまったということで、自分に一切自信がなくなっているんですよね。まあ、そういったもので物語がどん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 進んでいくんですけども、やはりですね、ここでですね、パート1で一番大切だなと思ったシーンが、その尋問官、大尋問官とですね、サードシスターとですね、ブラザーフィフスが現れるシーンでございます。はい。まあね、ここは僕ですね、そのナチスドイツみたいなことをですね、思い出しましたね。まあそのナチス狩りではないんですが、言葉はあれです。弾圧していくんですよね。そこのシーン、まあ途中でですね、ちょっとジェダイっぽいですね、片足突っ込んでるみたいな、キャラクターが出てですね、まあ宙吊りになっていましたけども、やっぱりそういった公開処刑みたいのもあったりしてですね、やっぱここは怖かったところがございますね。やっぱり作品としてもそこは描きたかったのかなっていう、監督の意図で描きたかったところなんじゃないかなと思います。まあそのぐらいですね、ジェダイというのが縮小してしまった、そして亡くなろうとしているっていう悲劇を表現していたのかなと思います。まあそしてですね、まあレイヤとルークが現れるわけなんですけども、そのね、レイヤがね、もう悪ガキね。もうね、こっちがね、お前何、お前バカ野郎みたいなね、感じになっちゃうぐらい、悪ガキでございましたけど、まああのね、ですね、天真爛漫な感じっていうのもですね、第2話につながっていくっていうところでですね、はい、そんなところでですね、非常に、ユーモアあふれるですね、レイヤ姫が見れたなと思っております。はい。まあ、そしてですね、物語は終盤の方に向かってですね、最後ですね、ライトセーバーを腰にぶら下げてですね、レイヤを、ね、見つけに行くっていう、救出するっていうところで物語が終わるということだったんですけども、やっぱりあそこもですね、ああここから物語が始まるのかというところで胸熱でございました。はい。
ここから第2話が入るわけなんですけども、第2話はですね、僕はやっぱりね、偽時代が出てくるっていうのは新しい発想だなと思って、とても面白かったです。え、なんか出てます？ちょっともし出ていたら下のコメント欄に教えてほしいんですけども、やはりですね、ジェダイがいなくなった世界だからできることなんだなと思って、僕はあのね、導入はめちゃめちゃ面白いなと思いましたね。あの演出はですね、非常に僕の心をつかまれる、あーそれ確かにやるやつ出てくるよねと思ったシーンでございました。はい。そしてですね、レイヤ姫がですね、もう天真爛漫すぎてですね、僕はですね、キーって言いながらですね、もうなんでそんな帯あんなことみたいなことを思いながらですね、見ておりましたけど、もうね、レイヤがマジでね、もうね、すごいね。落ち着きのない演技っていうことで多分キャスティングで採用されたと思うんですけどもね。あとはですね、やっぱりバトルシーンですよね。戦闘シーンもですね、見応えがあったなと思って。で、やはりですね、そのライトセーバー、フォースを使えないバトルというところで、オビアンが悪戦苦闘するっていうのはね、非常に良かったです。そして、オビアンも10年間一切フォースを使っていないんで自信がないっていうところ。そして、その中にですね、レイヤーからですね、フォースを見せてって言って言われるんですけども、いや、ダメだ、こんなとこで見せたらダメだって言って、じゃああなたは偽物なのだって言って逃亡すると。でレイヤーが、あー死んじゃうよみたいな、空中から落ちた時に初めてフォースを使うっていうのはね、ふんごいふんごい胸熱なところでございましたね。そして、最後にですね、アナキンの、まあ、お顔が見えて第2話が終わるというところなんですけども、パート2はどちらかというと、やはり先ほど言ったように、新しい戦闘面が見れたっていうことと、やはりオビワンがここからフォースを使う、ライトセーバーを使わないと、レイヤ姫そしてルークを助けることができないという表現ができていた、第2話だったんじゃないかなと思います。はい。でここから、総評の方に入っていきたいと思うんですけども、やはりですね、第1話第2話ということで、ここから物語が始まっていくんだよっていう導入部分だからこそ、ちょっとですね、やっぱり3、4、5、6、そして最終話に期待したいなっていうところがあったなっていうものがありますね。どちらかというと、マンダロリアンとかはですね、オープニングから結構飛ばしていてですね、つかみはバッチリだったんですよね。まあそのマンダロリアンっていうのは、キャラクター的にはオビアンと比べるとメインなキャラクターではないじゃないですか。だから思いっきりいろんなことができると思うんですけど、オビワンっていう作品はやっぱり皆様が大好きなオビワンじゃないですか。そのオビワンがここから何をしているのかっていうことを描かないといけないんで、やはりですね、多分作ってる側としても変なことはできないと思うんですよね。なので第1話第2話としては、しっかりとストーリー構成を観客ですね、見ている視聴者に伝えるっていうところがですね、非常にうまく描かれていたなと。ただアクション面というのはちょっと物足りなさは感じました。ただそれはもう全然しょうがないことです。もうこれはあくまでこういった物語が始まりますよっていう体で作られているんで、そこはもう全然問題なかったかなと思います。で、ここから始まる物語としては、やはり、アナキンでございますよね。はい。アナキンとどういう風に対局していくのか。まあオビワンはですね、アナキンが、死んでいたと思っていて、まあ実は生きてますよっていうお話を聞いてびっくりしておりましたけども、そこと繋がるのがやっぱりですね、サードシスターがどういう風に関わってくるかですよね。大尋問官も結構いいキャラだったんだけど、そこを殺してしまってですね、まあこのですね、サードシスターがメインになってくると、まあそのサードシスターがね、ちょっと僕の中ではですね、いいやつになるんじゃねえかなって軽く思ってるんですよね。ダークサイドから、まあですね、戻ってくるんじゃないかなと個人的には思っております。ではですね、皆様また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。